129質問始めるよー。ウェーイ。ヘアケア何してる？アンドハニーのヘアオイル塗ってます。一番しっとりするタイプのやつです。声を大きく出すコツは？腹から声を出すことです。なんか喉を使わないことを意識して、お腹お腹お腹って考えてください。そしたら出ます。ハキハキ話すために努力したことは？毎日新聞とか、なんか新聞のさ、筆者の一言みたいなページがあって、それを毎日読んでました。日焼け対策何してる？日焼け止めを定期的に、1回でバーじゃなくて定期的に少しずつ塗る感じで。行ってみたい都道府県は？北海道行ってみたい。うん、よくななみさんのこといじってますが本当は大好きですよね。うわー、ツンデレだ。見てる限りめちゃめちゃ楽しそうだけど、おはスタ楽しいですか？めちゃめちゃ楽しい、ね、本当に羨ましい。本当に楽しい。2日に1回、3日に1回ぐらいのペースでさ、腰に合ってると思ってさ、ちょっともう、ああね、いいなみたいな。すごい楽しいです。あの、曜日によって雰囲気とかも違うし、やることも毎日違うから、いろんなことチャレンジできてとても楽しいです。早起き得意？めっちゃ得意じゃない。うん、全然苦手なんです。でも、あの、割と得意になったとは思う、うん、なんか、よく MV 撮影とかで、あの、朝早く集合することとかもあるんですけど、なんかそういうのが結構苦手だったけど、おはスタ始まってもう全然元気ですみたいな、一人だけ声でかいみたいなっていうことが割とあるみたいな感じのように、多分得意になってきてると思います。イエイ。 MV 撮影の日早起きしたけど、うん、ほぼ記憶ない。なんかさ、すんごい眠そうな顔してたよ。いや、本当に覚えてない。面白いわーと思いながら、ニヤニヤしながら見てました。え、バスの中起きてたんだっけ？起きてた。やばすぎる。あの時間帯はね、もう活動時間なので、逆にちょっと夜が苦手になったかもしれない。うん、おはスタない日も早起きするの？しないです。いや、してるよ。え、してる？うん、だってななみさんがよく、うん、あの、川村ちゃんは起きるの早いって言ってるから。そうなんだ。じゃあ、多分起こされてるのかもしれない。だってさ、ない日6時ぐらいに起きてない？でも6時、7時ぐらい。あ、起きてる起きてる。6時、7時に起きてる。早いのよ。早いのか。うん、早いのよ。じゃあ早いです。早いのよ。おはスタで一番大変なのは？生放送だからさ、うん、なんかチーンっていう時間を作っちゃダメじゃん。うん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 、で、なんか割と罰ゲームとか誰が当たるか分かんないみたいな感じで、うんうん、パッと振られてパッと答えて笑いを取りに行くみたいなところが、うん、あの、本当にむずいなって思いました。うん、カメラ思考停止しがちだから。朝だしね。もうね、ずっと頭回してる。今、あの、問いかけられたら答えようみたいな感じで、うん、もうずっと準備してます。75問目、こっちの好きなところは？こっちの好きなところは、場の雰囲気を作るのがすごい得意、うん、で、もういつでも明るくて、うん、なんだろう、本当に愛嬌のあるザ・アイドルって女の子ですね。だから本当誰にでも好かれるし、ファンの方からもすごい愛されてるなっていうのを感じます。エミチちゃんの好きなところは？エミチは、なんだろう、本当にあのさ、一個下に見えなくない？本当に、でもさ、会ったことないけど、うん、スタイルいいのは分かるよ。うん、そのカホッチと並んでてもう、うん、もうやばいよね。もうね、あの、全然年上だと思ってたの。だから、マジ年下なのみたいな、ね。でもね、中身は、やっぱ一個下なんだなっていう、なんかすごい可愛くて、うん、ピュアな面もあって、落とされますね。うん、ですごい努力家で、TGC とかも出てるんですけど、もうね、それに向けたレッスンが結構ハードなんだけど、それをね、あの年齢でコツコツ毎日頑張ってるのはもう本当に、もう拍手でしかないです。すごい。はい。77、信用派ガールを一言で表すと？わら。もうなんか本当になんかずっと笑ってんだよね。うん、あの、本当になんか何話してんのって言われるとガチで意味わかんないんだけど、うん、なんかツボが一緒だったり、うん、あの、まあ、ゲラ3人なんだよ多分、うん、全員ゲラだから、もう意味わかんないことですぐずっと笑ってるから、多分人も言葉で笑わすとバラかなみたいな感じです。うん、おはスタ後学校行ってる？
行ってます。これねめっちゃ聞かれるの。川村ちゃんちゃんと学校行ってますかみたいな。ちゃんと行ってます。行ってるよね。ご安心ください。全然制服で来るじゃん仕事。びっくりするよ。明日行ってで学校制服で行ってそのままライブとか。やばいよね。制服で来てます。ハードスケジュールすぎて。でもちゃんと制服着てると。ああ川村ちゃんやちゃんと学校行ってるんだねって安心されます、うん、ね。URL 見てるそれよく言ってます。次ニコマになったのいつ。ニコマになったのは小6の夏です。ニコマでよく話すのはアンジかな。お気に入りのポーズは。え、あ、それなんだ。撮影でよく着る服はガーリーじゃない。まあ、ガーリーだよね、うん、なんか一時期すごいストリート系とかも、ね、最初さめっちゃさストリート系じゃなかった。なんかスポーティー系。そう最近割と女の子らしくなってきたのかな、うん、ユニジェネの好きなところはもう個性爆発ですの。近藤ゆらちゃんの好きなところは。ゆらはあの唯一の同期あのユニジェネの中で、うん、なんですけど本当になんだろう長いからこそすっごいオフで話せるし、あのなんか本気の話ができるかなみたいな、もうなんかストレートに言い合える仲も必要だと思うんだけど、ゆらはそういう関係でいてくれてるからもうすごいありがたいです。次高橋カエラちゃんの好きなところは。カエラの好きなところはなんかねカイちゃんねめっちゃ褒めてくれるの、うん、アイドルの顔がすごい好きって言ってくれててもう毎回ねあの写真見てかわいいかわいいかわいいよみたいな感じでDM とか送ってくれてて、うん、なんかそれがねすごいモチベになるのでありがたいなと思ってます。藤野アリサちゃんの好きなところは。トレンドに敏感な子だなみたいな、なんかすごい多分ねユニジェネの中で一番私生活楽しんでる子だと思う。どういうこと。なんか友達もすごい素敵な優しい子多くてあのゆる子のことをいっぱいやっててすごい楽しそうだなって思います。芦川ゆずちゃんの好きなところは。ゆずはめっちゃ陽キャ。もうめっちゃ伝わる。めっちゃ陽キャでなんかただの陽キャ明るいってだけじゃなくて周りのことをいっぱい見てあの行動してるんだなってのがすごい分かってもうそこが素敵だなって思います、うん、はい。88問目佐藤夏実ちゃんの好きなところは。なっつんはねあのずっとガーリーを突き抜いてんだよね。貫いてるかな。貫いてますね。なんかあんまりさこの一つのことに向かって突き進むのって簡単なことじゃないと思うんだけど夏ガーリーって言って発信し続けているのは素敵だなって思います。次近藤亜希ちゃんの好きなところは。亜希ねメイクがマジでうまいの。あの亜希のメイクになるまでの努力工程がすごすぎて尊敬です。90問目。はい。中山彩香ちゃんの好きなところは。彩香のスタイルえぐくない。えマジでわかる。やばいよね。えでもなんかねなんかねしかもマジでタイプ雰囲気がやばいよね、うん、私彼女にするなら彩香がいいってぐらい。あーわかる。もうなんかさ彼女臭プンプンじゃない。ねやばいんですよ本当に。あのもうランウェイした時のモデル感もやばいよね。めっちゃ輝いてるしあの女の子としても惹かれる素敵な子だと思います。池端アンジちゃん。あっちゃんの好きなところ。あっちゃんの好きなところはすごい聞き上手なんだと思うアンジは、うん、なんかねなんだろう結構アンジには何でも話せるっていう子が多いのも、うんうん、多分聞き上手っていうのが大きいんじゃないかなと思う。大切な日に食べるもの飲むものは。肉とバナナ。今投資してる。今投資してます。あのペイペイのポイント投資の方をしております。94やりたい投資は投資ばっか。その自分のお金で今度は投資株とか買ってみたいなって思います、うん、なんで投資始めたの。今後のことを考えてとかあとなんか結構ね経済とかその周りのこと世界のこと知れるなって思ったので始めました、うん、自撮りは何で撮ってますか。自撮りはノーマルカメラで撮ることもあるしユーライクで撮ることもあります、うん、2つかな。なんか雰囲気に分けてる。
じゃあ写真写りを良くするには自分の盛れる角度を探すこと。カメラこっち。毎日ハッピー生きるために大切なことは笑顔でいることです。なんかね、全然ハッピーじゃないですっていう日も一回笑顔になる、作る。次、一番練習したスパガのパートは。ずっとじゃない？絶対ずっとなんだよね、うん、もう一生やってたからね。ずっとか、ずっとか、ずっととか。そう、声もそうだしさ、振りもそうだよ、うん、いや、感じた。そうじゃない？そう、こうかの角度とか、ずっとのか、ずっととか、なんかね、声質とか、うんうん、どこがいいか、声の高さどれだみたいなのを日向と柏ちゃんがもうみんなに聞き回ってました、ね、どれですか？ 1,2,3,4 最終的にどれでもいいみたいなね。え、そう、あんま変わんないみたいな。そう、最後の二択が一周じゃないみたいな。手がこうかこうぐらいじゃないみたいな。あるあるなんだよね。はい、次、6期目に感謝したいことは。もうとにかくそばにいてくれることかな、一番は。どうやって練習してる？桜井さんに聞いてます。全部半音ちょっと一気や上なんだよねみたいなね、よくやってるよね。マジでよくやってる。マジで半音ってなんだろうみたいな感じで毎回なんだよね。え、なんかさ、あれじゃない？プロデュース公演の姫って言うんですね。え、そうそうそう。てかもう全部だよね、ライブ。なんなら集合とかさ、そういう声もさ、やってくれてんだよね。そう、集合はね、タイミングもやってた。集合だよって。でも分かんなくなんだよね。おもろかったな。芸能界入ろうと思ったきっかけは？楽しそうだったから。うん。好きなお菓子は？ちょっとさ、砂糖がついてる。グミ好きです。自分ができたらいいなと思うプロレス技は？ジャンピングにジャンプして膝できるっていう。怖ね、ちょっと怖いのでやれないですけど、なんかできたらさ、気持ちよさそうっていうか、まあ、かっこいいよね。うん、なんかドラマとかでも使えそう。まあ、いつ分かんない。好きなプロレスラーは誰？マライア・メイさんと高木慎吾さんです。プロレスの企画はもうやらない？なんかね、あれじゃん、あれか、プロレスダウト。だからプロレスをこう企画にさ、追い込むのってむずいじゃん。むずい、ね、もうアイドルでプロレスするわけにもいかないし。そう、だから案が思い浮かばないってだけで、別にやりたいなとは思ってます。緊張しないコツは？もともとじゃない？性格上、まあそうだね。でも緊張することもあるんだけど、緊張したら泣く、トーツみたいな。え、本当に？うん、本当に泣いてたよね。緊張して。え、泣いてた？うん、いつ？生誕。生誕マジ出番直前に泣き出しちゃって、生誕1分2分押しました。そうです。問いなさい、本当に渡してしまって。そうそう、だからでっかい声でオーッみたいな、トーツみたいな感じで、ね、言うと割と緊張吹き飛ぶんだけど、生誕とかはちょっと静かめだったから、とってもおつも言えないみたいな、ね、いやでもそういう時はじゃあもうこうとつっていうタイプです。元気が出ない時どうしてる？一旦寝る。んやっぱ多分疲れてると思うんだよね、元気が出ないって。だからもう10分でもいいから、なんとか時間をギュッて開けて寝る。そしたらもうちょっとでも元気出る。好きなおつまみは？イカピー。愛したい派、愛されたい派？愛されたい。垢抜けるために大切なことは？一旦前髪を作る。うんうん、なんかいい美容院に行ってね、なんだろう、自分の顔のタイプとかに合ってる美容院に行く。使ってるケープ何色？黒。兄弟仲いい？なんか喧嘩するほど仲がいいみたいな感じなのかもしれないです。姉の好きなところは？なんだかんだ言って顔に優しいんですよ、うん、編集めっちゃ上手くない？めっちゃ上手いよね。さ、お姉ちゃんの情報もそれしかないんだけど、うん、そうメンバーのね、なんか歌詞動画、なんかリボン動画とかも作ってくれたりとかしてます、うん、ありがとうです、ね、踊ってみたの動画とかも姉ちゃんが編集してくれました、ね、なんか編集めっちゃ上手いみたいな書いてあったね、コメントに。やばいよね。お姉ちゃんです、私じゃないです。次、弟の好きなところは？弟の好きなところはマジで自由に自分の好きなように生きれてるのが好きだなって思う、うん、兄弟になんて呼ばれてる？カホだね、うん、呼び捨てです。 K-POP の推しは？ももちゃんです、TWICE の、うん、お肉の好きな部位、好きなお肉の部位は？
牛タン、うん、おすすめのクレンジングはなんか特になくて、鼻はオイル系、ニキビができるところにはクリーム系だったらいいかなみたいな、だからどのブランドがいいとかあんまないです。スパガル好きな衣装は君幸。今までで一番恥ずかしかったことは今、めっちゃ噛んでる今日やばいよね。あとね、今日ね、あのオハスタでアセちゃんのことをアシエちゃんって言って、噛んでるよ、アシエちゃん噛みすぎてなんてーとか言われました、すいません恥ずかしかった、めっちゃ熱い。顔交換するなら外国の方になりたいって、その彫り深い方になりたいです。なりめち筋肉、意外。なんて言われたら嬉しい、人として好きって言ってもらうの嬉しいかも。確かに。自分のファンに伝えたいことはたくさん褒めてください。イジストさんに伝えたいことは川村さんうるさいと思うので、あのうるさかったら存分に耳を塞いでくださいロッキーロッキーに、え、ロッキーロッキーになるへの意気込み、はい、まだね、山手線一周とかもできてないし、あとフォロワー増やすとかもまだ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 なので、これからもっと全力で走っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。川村たちも全力で頑張ります。じゃあ最後に一言、みんな大好き。はい、ということで終了しましたイエーイ。やばいね、なんかすごい恥ずかしいかもしれないえ、違う、今日だからだよ多分。はい、終わりましょう、はい、それでは以上、スーパーガールズでした。